ということで今回ですね、なんとなんとずっとやりたかったものをやりたいと思います。前に髪の毛を染めたんですけど、染めるときにね、結構お願いしてたのが色落ちしない色とか、そんなに色落ちわかんない色がいいんですよねって言って、結局抜きっぱなしの金にしたんですけど、今回はエクステをつけていきたいと思います。なんか黒髪の時にシーンとか通販とかで買った、こうなんかパチパチってつける取り外し可能なエクステはつけたことあるんですけど、今日はシールエクステをつけに行くということで、もうすっごい楽しみなの。今日行くお店はですね、新宿にあるお店なんですけど、電話して撮影大丈夫ですかって聞いたら、大丈夫ですよってね、撮影許可も降りたので、じゃあで撮影するのと、その後にプリクラ撮ったり、原宿の竹下通りにあるなんか韓国のプリクラみたいになるじゃないですか、あれも撮りに行きたいなと思ってるので、今回はそんな私の人生初のエクステをつける日の一日密着みたいなのを撮っていこうと思います。イエーイ。もう本当に楽しみすぎて、もうそろそろお家を出ないといけないんですけども、今回は一人でね美容室に行くということで、ちょっとワクワクドキドキもしながらエクステもつけていただこうと思います。はい、ということで新宿来て時間があるので、その短い髪の毛のプリクラを撮りたいと思います。ということで今プリクラ撮り終わりました。今この色に合わせるのと、インナーがどっかに何か入れたいなって考えてるんですけど、薄い紫っぽいのにするか黒を入れるか迷ってて、この色に何個か持ってきます。ありがとうございます。はい、ということで美容室着きました。今エクステを入れる感じの色にしてもらう感じで、たくさんお色を持ってきていただきました。これが多分一番近いかなって感じになっちゃうかもしれない。インナーの赤にするなら紫、まあ想像的にこんな感じかな。ああ、こっち系になるかな。めっちゃ迷う。もう好みとかになっちゃうかも。そこはどっちも可愛いと思うけど、どうなんだろう。3色混ぜたらさすがにやばいです。いや、できないことはないけど、これめっちゃ混ざっちゃったかな。結構絶妙な味。ということでですね、ここからアフレコのほのぼのがやっていくんですけども、まずはブロッキングをしていただいて、そこから少量の毛を取って、このテープがねついてるんですけど、それで折りたたんでパチッとつけていただいております。もう緊張しすぎて顔が結構ね面白い感じになってます。でこのアイロンでこの根元つけた部分、グルーの部分をこうギュッてやってもらって溶かすっていうのをやっていただきました。でこれを何段も何段もやっていただくっていう感じでございますね。いやすごいね、私どんどんロングになっていくの見てずっと嬉しかった。でこちらがですね、だいたいこう両方で20、20でこんな感じですよって言われて、で後ろからまた紫色を足すからもうちょい紫が見えますって言われました。して完成でございます。これで85本。よし、でもすぎる。エクステって何度ぐらいが一番ベスト？巻く時とストレートの時で、いや別にそんなことないけど、溶けるみたいな。いや溶けるはないけど、行くじゃないんで、私全然にマックスでやっちゃう時もあるし、その方が傷んできてたら、このくらいだったら全然もう低くてもストレスになるけど、どうなの？180とか180、200度ぐらい、次元性だったらだけど、エクステさんぐらいじゃないともう巻きつかないから、うん、時間の無駄だなって私思っちゃうタイプだから、この次元をなんか230度でやったらやばい気がするから、なんかいちいちなんか次元通してアイロン変える、温度変えるとかクソめんどくさいから180度ぐらいでやった方がいいと思います。はい、
ということで今回はですねこちらのお店でエクステをつけていただきました。60本つける放題で1万9000円ぐらいで、プラスで私82本つけたので2万9000円ぐらいだったんで3万円ぐらいでした。はい、ということで今原宿に来ました。韓国のやつが取れるみたいなやつがあってよくわかんないんだけど、のんちゃんが前撮ってたやつかな、それをこの髪の毛初日で撮りたいと思います。はい、ということで来ました。こんな感じ。すごいんだけど、私なんかウィンクしかしてない、やばすぎ。出てきた、じゃーん、超かわいい。はい、ということでピクチャー撮ったんですけど、さっきと同じポーズでやりました。はい、ということでお家に帰ってまいりました。見てください、こんな感じでエクステ、やばくない？人生初のエクステをつけたんですけども、どうでしょうか。個人的には私は髪の毛染めたからボブにしたことがなかったから、ボブもいいかなと思ったんだけど、ロングずっとしたかったの、本当に嬉しい、本当に可愛くない？でインナーにこう薄めの紫を入れてもらって、そっかはこの地毛のね色とちょっと似たような感じのエクステをつけていただきました。今回ですね、行ったお店がビオナドール歌舞伎でございます。新宿の歌舞伎町にある美容室なんですけども、めちゃくちゃ可愛くない？なんかいろんなところ探してて、もうすぐつけたかったの、この髪色にしてからね、ロングすぐロングにしたかったから。でいろんなところ電話して JOK で自分のね行きたい日にちの時に行けるお店屋さん探したんですけども、見てこれやばくない？しかももう店員さん超いい人で可愛くって最高って感じでした。これですね、皆さん大体エクステつけるときって、いくらぐらい必要なのみたいな思うじゃないですか。私も結構ドキドキしちゃったの。今回いつもはさ、パパと一緒に行ったりしてるから、こうお会計はね自分でお支払うってことはなかったんですけど、今回、エクステはもう自分でつけたいし自分で撮影してくるっていう感じだったので自分のお金でねお支払いしたんですけど、もうお会計までドキドキしてて、なんかサロンのなんかメニュー欄みたいなところにエクステ1本いくらですよみたいな、で計算したら3万いかないかぐらいかなって感じだったんだけど、なんか他のところとかを探すとなんかハイトーン料金みたいな、こういう感じで、私結構ねハイトーンな感じな感じ、これハイトーンなのかな、わからないんだけど、金髪ハイトーンな感じとか、原色はこれぐらいかかりますよみたいな、こうエクステによってお値段が変わるみたいなのがあったから、いくらなんだろうってドキドキしてたんですけど、ここはですねそういうのなくって、60本つけ放題で19,800円で、プラスアルファ私82本つけてるんで、7000円かかって合計が29,480円でございます。これが安いか高いかは私他のサロン行ったことないし、エクステも初めてつけたからわからないんだけど、私的にはなんか結構いろいろ調べてたのよ。うちがめっちゃ良さそうだなと思ったところは全然5万とかもっとする感じだったのね。なんだけど3万以内に収まっててびっくりして私。はい、こんな感じでございますね。で今回ね、私もう髪の毛を好かれる覚悟で行ったの。それこそなんか他のね友達とかがエクステをねつけてて、でそのつけてる友達に聞いたりしたり、エクステが外れた時にあったりするとね、こう毛先が結構好かれてて、なんだけど私はですね今回毛先は一切ついてないです。ついてないのにこんなに馴染んでるの。なんかさ、私さ地毛のさここの部分がちょっとまだ茶色いからさ、そこはちょっと分かりやすいかもしれないんだけど、でもこの地毛が分かりにくいの。このこうやってした時にさ、ここに出てくるちびっちゃいのは分かるんだけど、外側から見てさよくあるじゃん、失敗されましたみたいなのでさ、クラゲみたいになってるやつ、ああいう感じではなくって、こんな感じ。店員さんに聞いたんですよ、なんか普通こういうのってなんかすくって聞いたんですけどみたいな言ったら、あなんかすいちゃうとこのエクステ外した時にまたエクステをつけないといけないっていう状況になっちゃうので、つかなくて大丈夫ですよみたいな、つかなくても大丈夫なような本数にしましたって言われて、これがですね私がつけたのは82本でございます。やばくない？最初の方はねやっぱこうエクステだからさ、ちょっとエクステ感半端ないなと思ってたんだけど、なんかもうこうやってタングルティーザー持ってるからさ、タングルティーザーってこうやってさ溶かしたりするんじゃん、ちょっとなんか自分の
髪の毛かのように私の体に馴染んできてくれて超いいんだけど、本当にありがとうございます。それでインナーにね紫入れたのは、私あのキューンのねメンバーカラーが紫なので紫を入れたって感じですね。もともと本当は黒か紫にするかめっちゃ迷ってて、でもなんか黒を見てみたのね、で当ててみたんだけど結構強めな黒だったから今回はこんな感じで紫を入れました。やばくない？超可愛いんだけど。私本当にずっとロングにしたくって、ここ 1,2 年ぐらいずっとなんかこう肩ぐらいとかボブとかが多かったから、もうロングにできて本当に嬉しいでございます。ということでですね、今回は私がロングにしたよっていう動画でございました。マジでここ良かった。じゃあ私知らない手でいくね。それではのんちゃんを呼びたいと思います。のんちゃん、もうじゃあ帰ってたんだ。うん、帰ってた。さっきしんどんき、はい、のえのんけギャル2人目が生まれました。おめでとうございます。お母さんも喜びですね。2人目が生まれましたね。ギャル2人目が可愛くない？めっちゃ良くない？めっちゃいい。てか中にさ、そんな紫入ってたの、こんだけ光が当たってる中で見たことなかったから。あとのんちゃんにプレゼント。ありがとうございます。すごいアイドルみたい。ありがとうございます。いただいちゃいました。ということで今回はですね、ほのぼのちゃんエクステつけちゃったよの動画でございました。マジで嬉しい。これが今めっちゃ綺麗な状態なんだけど、お風呂入ったらどうなるかすごくドキドキワクワクしております。ということでほのぼのちゃんロング似合ってるっていう人、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ロングのほのぼのちゃん最高だねって思った人もグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次回のなんなん番組でお会いしましょう。バイちゃん。Loved you from the first time you called me late. Loved you for your wits and your wicked games. Always on my mind, always in my brain. With you, the summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.